して見事なスリーランホームラン松田選手です。ナイスピッチでした。ナイスバッティング、ナイスバッティングでした。はい、ありがとうございました。6回のあの場面、どんな思いで打席になったんでしょうか。いや、本当に勝ち越すチャンスだったんで、前のバッターがね、繋いでくれたんで、必ずね、ランナーを返して、ね、勝ち越すという、意識でね、打席入ったんで、結果的にホームランだったんでね、良かったと思います。打った瞬間が当たりだったと思いますけれども、手応えの方いかがだったでしょうか。本当にカーブだったんですけど、自分のスイングができて、しっかりボールを取ってくれたんで、はい、満足するような当たりが打ちこなってきました。西武の先発、戸亀投手とは相性がいいというふうに言われていましたけれども、何かご自身で意識されることはあったんでしょうか。いや、特にないんですけど、この1打席目、ボン出して、ダメかなと思ったんですけど、3打席目で、結果出すね、状況があったんで、そこでね、田中投手から出て、そして石川投手が見事なピッチングをしていました。あのあたりもやはりこう打線として刺激になったんではないでしょうか。そうですね、シュートはやっぱりテンポがいいんで、やっぱりこうやってね、試合も8時半過ぎに終わりますし、すごいね、省エネのピッチングというか、はい、みんなに優しいなんてピッチングしてくれるんで、本当に分かってよかったと思います。さあ、首位西武を相手に、そして、苦しいチームに元気を与える一発だったと思いますけれども、これからの連戦に向けて、一言いただけますか。そうですね、まだね、西武さんが上にいますけどね、必ずまずは追いつくという思いでね、チーム全員戦っていきますんで、はい、